です。小池彩乃です。ようこそおいでませ。皆さん、よいよいここを見ていただけたでしょうか。まだ私はできてないんですけども、見たことでしょう。皆さんご存知ないかもしれないですけど、あのよいよいココンが一体いつから計画されてたかね、知っていますかって話なんですよ。まあ、ちょっと想像してみてください。皆さんクイズです。これは踊ってみたのね、どうやって作るのみたいな動画では1ヶ月前2ヶ月前ぐらいに言ってたかなと思うんですけど、そうそう、なので今日は踊ってみたの妄想から完成まで正解のね、いつから考えていたかという発表しましょう。いつだろう。もうすごいから本当にびっくりしちゃう。それではどうぞ。膝立ちで撮る。あ、なるほど。よいよいココンを踊りたい。イエーイ。日付言っときましょう。2021年12月15日。今日、うきょうさんの家に遊びに来てね。今、よいよいココンの動画を見ていて、ですね、踊りたいって二人で思ったので、計画しようかなっていうことで。こっそり。この思いついた状態から世にね、出るまで、どんな工程がね、踏まれてるのかっていうのをお届けしようかなと。実は、まだアンヘルの踊ってみたさえも撮ってないんですけど。早いのよね、次考えちゃうの。いや、まあ、そうですね。まあ、アンヘルの時にどうせみんな会うので、みなちゃんとケイちゃんにその時お伝えして了承を得ようかなと。まあ、了承得れなかった場合、この動画出ないんですけど。完全なるお蔵入りです。ホームビデオ、これ。いやでもあの二人が断るわけないでしょ。そうなんよ。次は小雪の家でよいよいココンを5人で踊りたいっていう許可を得ましょう。あの二人踊れると思うっていう意見もちょっと聞いてみましょう。一応ね、多分だけどね、小雪はあんちゃん本当に大丈夫って言われて、私は全然いいけどあんちゃん大丈夫あんちゃんやるのって言われて、頑張るぞ、おお、実現しろ。こんにちは。こんにちは。今日は2021年12月19日、サシスの合わせがありました。はい。小雪ちゃんに相談がありましてですね。はい。私たち3人と、プラス、はい、みなちゃんと、けいちゃん呼んで、よいよいココン踊りたいなと。という提案。キャラクターも決まっておりました。決まってた決まってたよろずや3人、プラス、ひじかたと沖田。よいよいココン、どうですか？やりましょう。わー、優しい。よかったー。まだ寝るでさよいよココンなんて。それを言われたら何も言えない。アンヘルの5倍ぐらい難しいよ。相当基礎体力つけてください皆さん。じゃあねー。明けましておめでとうございます。え、ありがとうございます。1月8日アンヘルの撮影日でございます。ちょっとお伝えしないといけないことがねありますね。ちょっと来ていただきましょうかね。おばちゃん中継のまま来ちゃった。中継に来ちゃった。怖すぎる。怖すぎる。怖すぎる。お二人にお願いしたいことがございます。本日とても難題楽曲を一緒に踊っていただいて大変楽しかったですね。ありがとうございました。本当に嬉しい限りでございます。そう入れるとかね。ここで解釈が不一致起こす場合がある。全然あるよ。ちなみにもうすでに起こしてたわけじゃないの。ちょっと
軽くねスタバで相談したらもういきなり解釈不一致だったから、あこれはいかんってちょっともう一回一旦持ち帰ろうって今日になってるんで。そうですね。あれ小金内チンパチじゃなかった？小金内やめようって話になってる。そうそうそう、なんかチンパチがおたげするみたいなやつだよね。そう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 、だったらここがチンパチの方がいいって話だよね。じゃあここがチンパチはいいんだね、うん、でここ私はここカブラギムさんはめちゃめちゃいいと思う。でこの間言ってたのはなんかこの人がこれするところは起きたがいいって言ってたから、ちょっと一回流したいんだよ。端から神楽銀時新八土方起きたをベースにやっていく感じでいいですか？どこで何やるか、どこで何やるか選手権、選手権やろう。あなたがギャグの方考えてくるなって思って、うんうん、衣装替えのタイミングと衣装を考えてみました。めっちゃギャグしか考えてない。絶対ギャグ考えてくると思ったよ。5、6個ギャグ考えてそうだってことは、多分ギャグは考えなくていいなって思って、あーここここみたいなところで、うん、公式衣装ドンみたいな感じで来てるから、うん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 、ちょっと変えようと思って。なるほどなるほど。基本黒、こういうの羽織りたい、いいと思います、とてもハッピー。そうで、これの時点で匂わせをしたいんだけど、はい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 、その匂わせ中は顔をちょっと隠そうかなと思っていて、お面をしたい。あーいい、ボンボン出てくるやん、かっこいいやつが。すごっ。一応なんか何パターンか入れれそうやなってところがあるから、お好きな場所を選んでほしいって感じやねんけど、そのセレクトしてほしい、セレクトギャグ。何セレクトギャグ。そんな突然、うん、ギャグのバイキング始まるの？これと、これとみたいな。ここはインさんが出てくる途中で新八と神楽で、うん、いや私や私やっていうのをやって、このポンってやつで、うん、インさんがトンってやるやん、それが土方に当たる、で土方切れる、で最後を多分テー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 ぐらいでセンターでピースしてくれる起きたみたいなイメージ。神楽、ね、吹っ飛ばしたら土方に当たる。いやそれ絶対いいと思う、イン、うん、時が飛ばした神楽が土方に当たって、うん、てかなんならひっくり返ってほしいもん。それなんならひっくり返ってほしいもん。確かに。でここはやっぱ新八おたげがいいかなと思ってるんで、それは絶対そう、親衛隊の衣装にしてもいいと思ってるな。どうせおたげするんだったら、うん、そこまでやった方がいいとは思う。なんか新八がその状態で出てきてるのはめっちゃおもろいし、絶対おもろい。そう、なんなら土方突進してくれてもいいもん。それは無理だろ。このさ一瞬のためにさ突進用意してとは言えないよ。いやケイちゃんだよ。ケイちゃんか。あそっか、ミナちゃんじゃねえんだ。ちなみに別にミナちゃんは絶対突進やりたいよ。突進恥よな、これこれ。私は好き。しかも恥。サイリウム光らせるときって安定するの？その安定して暗がりの中で突進、かわいそうすぎ。途中から入ってきたらこれぐらいで急に来て、うん、いやでもそれはめっちゃおもろい。じゃないと多分情報が多いよね。新八も変わってるし突進やしみたいな、ね、より新八突進の方がいい。銀さんを挟んで六角がここで喧嘩してるようなシーンをここの花一問目の絡みの中で入らへんかなってちょっと思った。ちょっと起きたが蹴って、カブラ何すんねんつって蹴って、銀さんを間にお競り合いして銀さんやられてるみたいな感じ。でもそうすると誰も戻らない。誰も戻らなくなっちゃう。ここで深夜でもう一回戻ろうか。違かるんよ。違かっとるんよ。とりあえず会議はいいですかね。詰まったんじゃない？うん。一応パートと演出と衣装替えのタイミングと変える衣装が決まりました。次の段階としてはこれをメンバーに見せる。じゃあ次回5人で集まってるところでお会いしましょう。さようなら。久しぶりに見たその動画、うわ始まった。あれからしばらく経ちまして、2月の中旬ですかね、皆さんに映像を見せるところをリアクションを取りたかったんですけど、みなちゃんとけいちゃんには画像を送る形で見てもらって、小雪ちゃんには今から動画を見ていただこうと思いますので見てください。いやー改めて見てむっついな、これめちゃくちゃ難しいね。私も見てやばいなと思ったもん。なんかアンヘルはさ、一、うん、人のパートの曲をみんなで割り振ったから結構自分が踊らないとこがあったけど、これもう全部踊るから、うん、あーない。やった、一番楽ちんだ。私はできるよ。あー本当、やりたい、楽しそう、全く分からんけど、あの頑張る、うん、ケイちゃんとミナちゃんががっつり一曲全部踊るっていうのを今までやらせてこなかったから。子供の教育みたいな。私あれでも結構教育してるんですよ、うん、ちゃんとミナちゃんとケイちゃんが踊ってみても嫌い
会にならないようにあの曲選んでるんで、次が集まる日があるんですけど、その時に、ね、次の練習の日程だけ決めて、次は初回練習でお会いしましょう。頑張ってねみんな。応援メッセージ。こんにちは、初回練習日です。お名前を。今日もです。応援メッセージです。小雪ちゃんとけいちゃんは遅刻しております。みんなが来たらあなたももう一回待ちます。バイバイ。やばっ。これはさ、ここにパーのパネル。あ、だめ。喧嘩のきっかけの原因は何か。あ、スレッシュードで足引っ掛けるとかでもいいし。そういうなんかワンコションがあったら、それでカメラ切れてたらそれわかる。あ、それいいかもしれない。あれ入れる。あ、めっちゃ好き。ゲーって鼻一問目目で星がある、星がある、星がある、公園忙しい。早いこれ何やったじゃん。いけるかな。みなちゃんとけいちゃん、特にみなちゃんとけいちゃん。なので私はいけるなと確信しました。